夫でセッション、はい、エメさんの片思いやってみる。ワン、ツー、スリー。例えば君の顔に昔よりシワが増えても、それでもいいんだ。僕がギターを思うように弾けなくなっても心の歌は君で溢れているよ。高い声も出せずに思い通り歌えない、それでもうなずきながら一緒に歌ってくれるかな。我ばかりの拍手も響き渡る、歓声もいらない、君だけ分かってよ分かってよ。大夢が叶ったの、ただ一人の生まれてきた幸せ味わってるんだよ。今日がメインディッシュで、終わりの日には甘酸っぱいデザートを食べるの。山も谷も全部フルコースで、気が利くような言葉はいらない、素晴らしい特別もいらない、ただずっとずっとそばに置いていてよ。僕の思いは年を取ると増えてくばっかだ、好きだよ分かってよ分かってよ。ねえダーリン、夢が叶ったの、お似合いの言葉が見つからないよ。ダーリン、すごくないですか皆さん。いやー、よくやったよね。これね、二人ともほぼアンプしてるんですよ、うん、でほぼ覚えてるはずなんだけれども、うん、いやー、これがね出てこないの。しかも一人ずつやったら分かるかもしれないけど、セッションだと、うん、なんかあれ、うん、でちょっとタイミングずれただけで、あれ俺間違えたかなみたいな。そう、いやー、ハマったね。だけどこれ気持ちいいんですよ。これすごくないですか。一応僕らね、一応できるんだよね、うん、一人ずつやったらできるんだけど、なんか不思議にセッションしたらできる。でもすごい曲なのよこれ。すごいの。いやー、片思いエメさんの、うん、でこの曲ね、ガズレレでレッスン動画取り上げてるんだけど、うん、今よく見るとちょっとちょいちょい言葉のタイミングちょっと違ったりする。今やった方が正しいと思う。そっか。もうなんでかっていうと、まあ、ガズレレ大学ってこれが課題曲になったんですよ。ガズレレ大学って知ってますか。 YouTube メンバーシッププログラムで毎月590円で毎週2回のライブ配信によるもう濃厚レッスン、これを課題曲にしてるんですよ。生徒さんみんなこれ弾けるようになるんだから。ただしめちゃくちゃ覚えるんだもん、大変。いやー、でもすごい曲だよね。すごい。でね、歌詞もいいの、なんか、うん、ぜひあのこれみんなと取り組んでほしいなというふうに思うんだけれども、ただし簡単じゃないですよ。言葉のグルーヴがいるんだもん。例えば君の顔にただ歌えりゃいってもんじゃなくて、このなんかラップ調にこのグルーヴというかリズムを言葉にも乗せて、でこっちはダラダダダラダダダラ、このリズムだもん。いやー、ぜひあのもしこれ本格的にやりたいなと思ったから、 今からねガズクラブに入って、ちょっと前の坂の、ガズレレ大学、あ、ちょっとガズレレ大学に入ってもらって、もう過去の全部のねレッスン動画、濃厚だったね、あれはね、アーカイブで見れるんでね、うん、やってみてくださいということで、いやー、夫婦でセッション、今日いきなりちょっとエメの片思いやってみました。やりきった感すごいね。
楽しく音楽やっていきましょう。今みたいにね、こう一人で音楽やるのもいいんだけど、二人で、まあ、ハモったり、ちょっと違う弾き方も今やってたりね、あのこういうのアンサンブルって言うんですけど、こういうののいい参考になるかなと思って、こういうあのいつもね、そもそもリビングルームでこうやってセッションしてるんですよ。それを今シェアしようと思って、こういう、夫婦でセッションという企画をね、もうスタートして、もう1年はもう余裕で2年ぐらい経ってるんだと思う。3年ぐらい行ってるのか。はい。他にもいろんな曲やってますんで、再生リスト概要欄に貼っとくんで、いろいろな夫婦でセッション、僕らの夫婦でセッション見て、ちょっと一緒に混ざってセッションしてください。そしてですね、今ですね、ガズレレ G ラボのウクレレたち、販売予約期間突入なんですけど、はい。今日僕が使ってたのはこのね、G ラボのガズモデルウクレレ。はい。いいでしょ、これ。と、ハニーが使ってたのは、ほい、厚さ2センチの旅レレですよ。このね、今日本でセッションしてたんですけど、今月4月、2024年4月は、この旅レレとガズモデル 10% オフで、皆様にこうお届けするということで、なんでこんなことになってるかというと、うん、この、G ラボ祭りっていうのを今やってんですよ。うん、総額100万円が当たるというとんでもないね、オンライン企画があるんですけど、この G ラボ祭りの参加を、資格っていうのがありまして、それは G ラボウクレレのユーザー様です。うん、G ラボウクレレを持ってる人だったら、どなたでも無料で参加できるんですけど、それで、100万円が当たるかもしれないということ。で、今もね、4月、の、今発売予約期間中なんで、その間にね、ウクレレゲットしてくださった方も、そのね、もちろんオンラインイベント、G ラボ祭り参加できるということなんで、その辺のことについて詳しくね、概要欄にね、詳細貼っとくんで、見てみてください。今の聞いてもらったけど、このね、もう旅レレもすごいよ、この音。めっちゃいいの。すごいでしょ、これ。信じられない。ぜひ、この旅レレ。このガズモデルはもうガズレレのウクレレの中でね、G ラボウクレレの中でも最高峰のウクレレですから、メイプルトップです。かっちょいいよ。はい。こんなウクレレ、皆さんもお手元に置いてくれると嬉しいなと思います。はい。はい、そしてですね、もうずっと昨日、一昨日ぐらいからもずっと言ってるんですけど、この本、ご機嫌ガズレレデイズがですね、なんと発売になりましたよ。皆さん、これゲットしてくれたかな？これぜひみんなに読んでもらいたい。めちゃくちゃいい本なんですよ。はい、で、もしお手に取ってくださった方は、レビューをお願いします。Amazon とか、あとは SNS とかやっておられる方はね、こんな感じの本だったよ、みたいにシェアしていただけるとすごく嬉しく思います。うん、これ、読むとね、皆さん、ハッピーになれる本なんで、すごいおすすめなんです。はい。音楽で笑顔を広げて、この本でまた笑顔を広げてというような感じで、あっちからこっちからですね、またほら音楽やると楽しいから ね。今もこの曲やってもう夢中だよね。もうずっと練習してたんですよ。車とかね、ちょっとドライブするときも、例えば、ね、君のと二人でグリーって、その時はうまくいくんだよね。カメラが回るとなかなかうまくいかないんだよ、これが、うん。でもコードは簡単なのよ。繰り返しでね。そうなのよ。そう、コード出てたらわかると思うんだけどね。うん、いや、音楽ってすごい可能性だよね。すごい。いや、うん、音楽は本当に素晴らしい。本当素晴らしい。春になってさ、またちょっと暖かくなって、また、うん、いいよね、うん。曲もいい曲がいっぱいね、春めいた曲が増えてくるし、ガズレレでもまたちょっといろんなね、楽しい曲また取り上げていくんで、はい、よろしくお願いいたしますということです。はい、はい、今日は夫婦でセッション、はい、エメさんの、片思い、はい、お届けした。なんかもうやりきった感じに炸裂だ。はい、それでは皆さん、ご機嫌よう、はい、楽しい週末を過ごしてください。バイバーイ。